ニーニャ号の復元船搬送が4路のレドンダセールタイプであるニーニャ号は15世紀末に活躍したスペインの船でありクリストバルコロンが新大陸に向けての最初の航海に際して引いた3隻の船団の一隻である重搬を有するキャラベル船で排水量はおよそ60トン程度であったと考えられている後に大搬に搬送を改装されキャラベルレドンダとなった 別のニーニャ号復元船こちらはニロのラティーンセールタイプこの航海にあたってコロンブスはカスティーリアのイサベル女王から資金提供を終えたがそれだけでは航海の資金を賄うのに全く十分でなかったため三隻の船,船船員と追加の資金を調達するまでの過程においても大変な苦労があったニーニャ号は船団の中で一番小型であったが 戦団中最も快速で操作性も良かった。搬送は当初重犯であり、2本から4本のマストを備えていたと考えられる。武装は不明。自衛用に数門の旋回砲程度は備わっていると考えられるが、復元船の大半は無武装状態であることが多い。ニーニャとはスペイン語で小さな女の子を意味するが、 コロンブスの航海に参加する以前の名前はサンタクララであり、航海あたって解明されたものである。これは船の本来の持ち主であるフアニーニョという人物の名前に由来したいわばダジャレであると考えられている。持ち主であるニーニョ自身もニーニャ号の航海長としてこの航海に参加している。 コロンブスの航海に参加した他の2隻は、ナオ船のサンタマリア号とニーニャ号と同じキャラベル船だがやや大きかったレドンダ、型のピンタ号である。3隻の中で、コロンブスが最も好んだ船が、ニーニャ号であったことはよく知られている。新大陸への航海にあたって、ニーニャ号は、船長、ビゼンテアーニエスピンソンを筆頭に18名の、 クルーによって操られ、1492年8月3日にポルトガルのパロス港を出港し、9月6日にはカナリア諸島に寄港し、準備を整え、大西洋の横断を開始した。同年の10月12日の夜明けに、あとにバハマと呼ばれることとなる域内の島に上陸。この島はコロンブスによってサンサルバドル島と名付けられた。その後、ピンタ号が船団から一時離脱し、 その間の12月24日に、サンタマリア号が座礁によって失われてしまい、コロンブスはニーニャ号に移乗したが、サンタマリア号の乗員すべてを小さなニーニャ号に移乗させるのは叶なわなかった。明けて1493年の1月、サンタマリア号の残骸で急増された砦に、残余の乗組員を残してコロンブスは帰還の途につき、その後はニーニャ号に乗船したまま、 3月15日にパロス港に帰着した。搬送が沿外航海向きの重搬から、円用を順風航行するのに適した大搬に、元船が改装されたのは、この袋でのことだとされる。1493年の9月、イスパニョーラ島に植民地を建設することを目的に、計画されたコロンブスによるアメリカへの二度目の航海に、ニーニャ号も再び加わり、その中で、 キューバへの探検業においては帰還を務めた。1495年に戦団が遭遇したハリケーンにおいては、ニーニャゴータ大一石が生き残り、翌年にはスペインに再度の帰還を果たした。その後、ニーニャ号はローマへの非公式な航海に貸し出され、その旅路の過程、サルデーニャ島のカリアリの港を建ったところで、海賊によって打破され、 プーラミサキまで栄光されるという災難に見舞われたが、当時の船長、アロンソ・メデルは、数人のクルーと共に、海賊から逃れ、ボートを盗んで、ニーニャ号へと取って返して出版し、スペインのカディスまで逃げ延びた。1498年、コロンブスの三度目のアメリカ遠征に伴い、その先見として再び、イスパニョーラ島へと向かった。その後、1500年には、 サントドミンゴにおいて特に任務もなく停泊しており、1501年に小取引のためパールコーストへの航海を行った記録を最後に、この船のその後については明らかでない。ニーニャ号は記録によれば、コロンブスの指揮下における航海だけで少なくとも、およそ2万5000マイルもの距離を航行した。この距離はほぼ地球一周に相当する。 1992年のクリストファー・コロンブスによるアメリカ大陸到達500周年に合わせて、コロンブスの船団を成した船として、サンタマリア号、ピンタ号とともに、ニーニャ号も復元された。この復元計画は1986年に開始され、復元された船体は1992年にスペインで開催されたセビリア万博において展示された。 また1892年のアメリカ大陸到達400周年に、合わせても、サンタマリア号、ピンタ号と共に、ニーニャ号も復元されて、アメリカ合衆国のシカゴで開催されたシカゴ、バンコク博覧会において展示されている。The Story of Nina 英語。ニーニャ号の復元線公式サイト。ありがとうございます。